リンゴ偵察車は第二次世界大戦中にオーストラリアで生産された軽偵察車である。これらの車両はフォードモーター車で1942年の間に作られた。オーストラリアでは第二次世界大戦への準備が整っておらず、軽偵察車両に関してはほぼ保有していなかった。オーストラリアはそれらを従来の供給源であるイギリスから購入することもできなかった。 工業生産力はヨーロッパのもっと緊急な需要へ振り向けられていたのである。そこでオーストラリアでは自国での設計と生産が心を見られ、走行車と偵察車もまた例外ではなかった。リンゴ偵察車は民間用のード 30CWT ホイールベース134.5インチの車体を切り詰めて110インチとし、マーモンハリントン車製の全輪駆動キットを装着して、 この車両を四駆化したものである。本車はフォード V 型8気筒エンジンを搭載し、85から95馬力の出力で駆動した。この上にアブップマイナス3でできた走行車体を装着した。作業はビクトリアン鉄道会社である。量産は1942年前半に開始された。リンゴ偵察車はブレンケー機関銃とマーク19無線装置を装備した。 車重から不正地での機動性が制限され、起伏の激しい地形を通行すると、前輪の車軸が曲げられた。1 0ト、mm、ルの走行を備え、オープントップの軽量型が1942年の終わりに提案されたが、その時には海外から走行車を輸入できたために生産続行はされなかった。生産された245両すべてが1945年に廃棄された。 リンゴ偵察者の残存車両は、ビクトリア州の王立オーストラリア、総甲軍団戦車博物館や、オーストラリア戦争記念館、または、ビクトリア州にあるメルボルン戦車博物館で見ることができる。いくつかの車両は、個人所有されている。ありがとうございます。